大家好，我是叶若明，回回来皇家骑士团。那么我们继续。Tactics Ogre。OK， 那么我们这一集深渊跟圣域，好，两个区域，我们走哪边？有差吗？不知道。那我们先走圣域看看吧。哦，剧情。ここが最深部。ほら来たぜ。亡霊どものお出ましだ。我らの聖地を荒らす者は誰だ。聖地。そういえば、奥から風が。この先に何かがあるんですね。まあ、そうかもしれんな。この場よりおとなしく去ればよし。さもなくば。我らが貴様らの命を奪うまで。あれは趣味の悪い真似しやがるぜ。まあ、てめえを切る方が気は楽だがな。哦，好，整顿一下。幕开场。
おお。又没冥想，选太旁边。
有没有？这边它会显示，左上角这边它会显示这个，可是我这边选它并没有，所以恐惧我不是解不到的。没有，这边它会显示说什么东西解掉，这边没有显示，所以哇，尴尬啊！
哦，有就剩你啦，下去吧你。哦，他直接跳过。对，他直接跳过。鞭尸，我らが成長を犯す者に永遠の苦しみを。安心しろ、変なことはさせねえよ。アゼルスタ小僧、俺についてこい。奴らが守ってたものを見せてやるよ。ここは、ここが聖地だ。いや、本当のどん詰まりってやつだな。そこに金貨があるから持っていけ。手ぶらで帰るよりはマシだろう。うん？这就是传说中的宝藏，没进去。持っていくことはできません。ここは財宝を保管する場所には思えない。没错。それどころか、ここはもっと別の意味が。周りに刺さっている剣も、誰かが残していったものだ。墓標？そう。ここは文字通り、墓場か。ここは海で死んだ海賊どもの魂が、弔う者すらいない孤独な海賊の魂が最後にたどり着く場所なのさ。まさに
海賊の墓場ってわけだな。ここにあるものはすべて海賊たちが残していったもんだ。己の生きた証としてな。海賊家業というろくでもねえ人生を送ってるとな、まあまともに死ぬことなんてできやしねえ。足を洗って家族でも作れば別なんだろうが、みんなそれほど器用に生きられるわけでもない。諸先輩方も後輩どもも行っちまった後は悲しむ者もいなければ思い出す者もいない。だからせめて剣だけでも残したくなるのさ。名もなき墓標でしかないが、それでもいいと。自分はこの世で確かに生きていた。どこかに何かを残したいってな。だから聖地なのか。海賊たちが守るべき悲しき宝。普通のまともな連中にしてみりゃガラクタだらけのしみったれた崖だがな。アゼルスタン、あなたがここを訪れたのはかつての仲間を弔うためなんですか？そんな戦地な理由で来たとでも？まあそれも悪くはないが。立ち入ったことを聞くつもりはないけど、僕に財宝の意味を教えるためだけとは思えなくて。そうさな、先を見失った時があった。娘が死んだばかりの頃さ。戦場を離れたくてここを目指した。今にして思えば死にたかったのかもしれん。何せこの辺りは潮の流れが複雑で、少しの油断が命取りになる魔の海域だからな。洞窟に入ってからも休みもせず、何も考えず、ただひたすら奥へ奥へと進んでいった。そしてここにたどり着いた。ここがどういう場所かすぐに理解できたさ。俺はしばらくここで立ち尽くして、それから来た道を戻ることにした。すぐに戻ったんですね。ああ、そうさ。ここはやり遂げた者たちが集う場所だ。俺みたいな半端な奴が来るべきところじゃない、そう思ったのさ。そして俺は船を降りた。なぜかって、俺にはもう成し遂げるべき何かなんてなかったからだ。ここにいる連中のように前のめりに死ぬわけでもない。かといって新たな人生を歩むほどの気力もない。死んじまった娘のことを忘れずにいる、ただのふぬけになっちまっていたんだな。だが今の俺にはやるべきことがある。デニブ、お前がそれを気づかせてくれたんだ。アゼルスタン、しかし残念だったな。金目のもんで持ち帰れるのはその金貨くらいだ。まあそいつは見ての通り値打ちもんだ。換金すりゃそれなりになるだろう。さっきも言った通りです。これは持っていけませんよ。
僕なんかが使っていいものじゃない。軍資金なんてもってのほかでしょう。このままにしておくのが一番だと思います。そうか、お前はそう言ってくれるんだな。戻りましょう。僕らはこの場所にふさわしくない。僕らにはまだやることがあるんですから。以达圣地之人，嘟嘟啊！不过深渊还可以再去，那下一集就是深渊啦。对啊，我们下一集就要跑去深渊啦，对，就是跑去深渊而已。对，那么各位，今天这一集就先到这啦，就谢谢大家观看。那么喜欢我的影片，帮我按赞加订阅。有什么想看的游戏，在下方留言告诉我，我去玩。那我们就。下期见喽，大家不播。